にちは、やすです。こんにちは、奥村です。今回はですね、はい、奥村さんをゲストにお迎えして、はい、この動画を撮るんですが、はい、まあ、奥村さんは、まあ、私のチャンネルでもですね、以前、そうですね、何回か結構対談とかで出させていただいて、はい、あとは、やすさんと同じように、はい、まあ、結構英語とか使ったり、はい、海外に行ったりとか、そうですね、自由な働き方を、割と似たような働き方をしてて、ね、うん、あとまあビジネス的にも、うん、まあパートナーというか協力して、うん、同じビジネスをやっていますと。はい。で、今回のテーマなんですが、うんうん、外国人の友達を作るコツ、in Japan。なんでここだけ英語になってると思うんですけど。結構ヤスさんの、はい、ね、チャンネルで、はい、美人の外国人の女性の方に、そうですね。ヤスさんが英語でインタビューして、うん、なんか、その国のことを教えてもらったらファッションの話をして、そうですね、で仲良くなって友達になってるっていう、はい、やっぱ羨ましいな、ええー、なって思ってる方多いと思うんですよ。とか、そうですね、うん、結構私のチャンネルを見てどうやってそういった女性たちとか、まあ、女性、主に女性たちというか女性と出会ってるんですかとか、うん、まあ、なんで友達になってるんですかとか、うん、とか、あとはどうやって英語を勉強したんですかとか、うん、多分気になっていると思います、はい、で、そんなことをしてる日々って うん、どんな、うん、ライフスタイルなんですか、そう、どんな仕事なんですかみたいな、ね、え、どんだけ暇人なのみたいな、ね、これしかやってなくねみたいな結構気になってる人もおると思うんで、まあ、私がインタビューする形で、うんうん、そうですね、うん、その辺を掘り下げて、ね、聞いていきたいかなと思います、はい、じゃあ、まずじゃあ外国人の友達を作る、うん、となった時に、じゃどこでまず知り合えばいいんですかと。うん、日本だとね。日本だと、はい。まあ、今日本だと結構外国人観光客の方とかね。結構増えてますね。増えてきますし。来年はね、そのオリンピックもあるし、うんうんうん、まあ、だんだんこう外国人増えてるんですが、うん、まあ、そもそもな、普通に来ててどこで出会えるんだろうということでね。うん、で、まあ、大きくですね、2種類、はい、あって、うん、まあ、リアルな、場所、うんうんうん、か、もしくは SNS って書いてある、まあ、ネットから出会うか、まあ、はい、この2種類あって、はい、まずじゃあ現実世界ではどうやって、はい、まあ、代表的なものとして英会話カフェっていうのがあって、英会話カフェって何ですかこれはですね、まあ、英会話スクールとかってまあ、ご存知だと思うんですが、うんうん、それをですね、もうちょっとこうカジュアルにした感じ、はいはいはい、あ、じゃあなんかカフェみたいな場所で、はい、なんかコーヒー、まあ、ネイティブ の先生が一人いて、はいはいはい、でそこに、まあ、生徒というか、まあ、気軽にちょっとこう1時間1000円とか、例えば。ああ、じゃあ普通の英会話スクールより安い。安くて、まあ、グループレッスンにちょっと近い感じですかね。なるほど、なるほど、なるほど。ではそこでネイティブの先生一人と、うん、まあ、日本人数名。うん、まあ、場合によってはその1対1になる可能性もあります、うんうんうん、時間帯とかによっては、はい、そこでまあカジュアルに、まあ、フリートークですね。あ、なるほど、なるほど。レッスンっていうか違うレッスンじゃなくて、まあ、日常会話、日常会話をそのネイティブの先生だったり、はい、他の日本人の生徒、はい、まあ、生徒っていうかお客さん、はい、交えながら話すと、はい、まあ、そこでその外国人の、先生っていうかな、そのスタッフと仲良くなるとか、うんうん、ああ、じゃあ別にさすがにガチガチに英会話講師とかではないで、ね、うん、ではないです。そこでは、はい、いている外国人の方は、はい、そこで知り合いになるとか、うん、あとはまあバーでとか、まあハブもバーの中の一つ、まあ、代表的なね、はい、バーの、まあハブっていうね、結構外国人が多いバーなんですね。うん、結構いろんなところに。そうですね。結構その欧米ではですね、うん、バーとかで結構こうフランクにですね、知らない人と、うんうんうん、横におる人と話して乾杯したりとかっていうのが、っていうのが結構日本よりも全然こう一般的というか、うんうん、結構オープンなんですよね。確かに日本人からするとね、なんか別に居酒屋でやったりとなかなか仲良くなるって、うん、そうですね、相当酔っ払ってたりしないと、そう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 、なかなかないですけど、なんかこれナンパじゃねみたいな感じで、なんか変な感じになるんですけど、うん、変なやつ来たと思われるんで、そうですね。でも、ハブとかだと。ハブとかだと、まあ男女問わずですね、うんうん、なんか、まあスタンディングバーとかだと特にですけど、うん、こう、乾杯みたいな、チアラズみたいな感じで、ちょっと、はいはい、ちょっとフレンドリーに、うん、まあ乾杯ぐらいしたりとか。で、まあなんとなくこう、向こうも、その、うん、まあ目があったりとか、うんうん、軽く挨拶、ハワイとか、うん、でしてきたら、まあ、
ちょっと話してあげたりとか、すると、うん、そこで話が盛り上がって。確かに確かに。やっぱり、その、外国人の方って、うん、その日本人ってやっぱシャイって結構バレてるんで、はい、あんまり話しかけてくる人がいなくて、でも意外とそのね、日本人と話してみたいっていう外国人多かったりするんで、そうなんですよ。もうハローとさ、言えば結構優しく返してくれて、そうなんですよ。話してくれるっていうの結構ありますね。ありますね。うん。やっぱりこれ日本でのまず話なんですね。うん、うん。けど、やっぱりその日本人って英語を話せる人少ないんで、うん、旅行してる外国人とか、もしくは日本に住んでる外国人って結構孤独な思いをしてる人って多いんですよ。結構自分も海外に住んでるんですけど、はい、まあアフリカのに住んでるんですけど、はい、外国人の友達とかで、はい、日本に旅行行ってきたっていう人いるんですけど、はい、まあ、どうやったって聞くとよかったけど、その日本人と絡めなかったとか、うん、そうなんです。なんか、うん、まあ英語喋れないし、まあなんかシャイだし、うん、なんかちょっと友達作りたかったけどできなかったのだけ残念っていう声結構聞くんですよね。結構その2、3日ぐらいだったらまあいいんですけど、その友達いなくてもなんか観光名所回って、うんうん、すぐ時間潰れますからね、うん、でも2週間とか1ヶ月とか確かに半年とかってなってるさすがに半年って一人も現地の国の友達がいないってなると外国人の方さすがに孤独になっちゃう。この国に合わないのかなそうそうそう、帰りたいなホームシックになったりするんで、うん、そこでちょっと話しかけてあげたりとかすると、うんうんうん、すごい喜ぶんですよね。で、めっちゃ喋ってきたりとかするそんな喋れたら分からへんそうそうそこまで英語できんねそうそうそう、だから、うん、結構そのオープンに、うんうん、話してくれやすいし、あと日本にわざわざ来てるってことは、うん、絶対日本に興味があるはずなんで。確かに確かに、日本人むっちゃ嫌いだけど日本に旅行来たぜっていう人なかなかいないし、まずありえないですよね。基本的に日本のに興味があるはずなんで、じゃあ日本人にも興味がある、うんうん、日本人からその日本のことを知りたいっていう外国人がすごく多いので、うん、喜ばれます。なので友達作りやすいのかな。こういうね、まあ、ハブみたいなところだと自分から積極的に、まあ、はい、挨拶そうですねしていくのかなと、うん、で、まあ、バーの中でもハブとか結構これ有名なんで、うん、まあ、他にもいろいろあると思うんですが、うん、まあ、ちょっとそこは調べていただいて、はいはい、そういうところに行ってみるといいのかなと。で、次が、聞き慣れないワードがストリートしてますけど、はい、何ですか、ストリートストリート。道のこと。道ですね。路上なんですが、まあこれちょっと上級者向けから、ちょっと万人にはね、なかなかお勧めできないかもしれないんですが、はい、特に女性とか。はいはい、これどういうことですか。これはですね、うん、まあ別の言い方をすると、捉え方によってはナンパみたいな感じに、ね、まあ、なるかもしれないんですが、はい、悪い方をする、悪い方をすると、うん、まあ道でなんかこう、道に迷ってる外国人とかやっぱありますもんね。なんか立ち止まってなんか地図とか携帯、はい、携帯見てチェックしてる外国人の方、はい、でなんかキョロキョロしてるとかして、うん、でそういう人にですね、なんか道迷ってるんですかとか、うんうん、どうですか英語で、まあ、英語で、まあ、まずハローとかね、excuse me とか、なんかどこ行きたいのとかっていう、うん、Where do you wanna go? とか、うんうん、まあそういうふうに聞いたりとかして、うん、ちょっと会話をして、うんうんうん、で大抵ですね、うん、結構迷ってるんで、うん、ここに行きたいのでも分かんないみたいな、うん、とか結構そのネットでそのスマホで目的地探してても、うん、ネットが繋がってねみたいな、はいはいはい、ね、日本はまだ結構、ま、街の Wi-Fi が繋がったりするんで、うん、ネットに繋がってない外国人旅行者結構多いんで、うんうんうん、そこで、まあ、自分当然繋がってるはずなんで、うん、それで教えてあげたりすると、うん、すごく感謝されるんで、うん、確かに東京、特に東京とかだと、はい、そういう光景多いですね。多いですね。あと、まあ、今も地方でも、はい、結構観光地とかはもう外国人の方増えてるみたいですね。大阪とかもすごく増えてるらしいです。なので、まあ、そういう観光客とか、うん、迷ってる人多いんで、うん、そこでちょっと、会話して、で、なんならその、目的地まで案内してあげてもいいですね。確かに、で案内して歩いてる間、はい、どこから来たんですかみたいな、はい、その、そうですね、ね、強制的に話すんで、はい、そこから仲良くなって、はい、で案内が終わってから、はい、あ、よかったらなんか Facebook とか、うん、そうですね、交換しときますね、インスタとか、はい、うん、また後日なんかお茶でもしませんかとか、うん、まあ、そういうふうに友達になっていくと、うんうん、でね、うまくいけばその
国の人のところにですね、自分が、行くときに案内してくれたりとか。これね、うん、全く同じことがあって、おちょうど5年とか前の2014年に、はいはい、まあ、新宿を、まあ、歩いてたときに、歌舞伎町らへん、はいはい、まあ、あの夫婦かカップルか、はいはい、外国人のカップルの方が、はい、まあ、歩いてて、なんちょっと立ち止まって同じように、はいはい、なんか探してる。はい、あ、どないしたんっていう。はいはい、どないしたんとか言ってた、はいはい、英語で、はい。で、まあじゃあ、フランスからの旅行者の方やってた。で、まあ、道案内して。はい、で、まあ、その時5年前、メールアドレスをなぜか交換したんですよ。はい、で、ずっとまあ、メールでたまにやりとりして、あの時ありがとうみたいな、はいはい。日本どうやったら楽しい、はいはい。で、ずっとゆるーく続いててですね。この5年後の今年ですよね。はい、2019年。はいはい、自分、あんたがフランスに行ったんですよ、パリ。はい、パリで再会して。すで、5年ぶりやな、言って、こうやって。で、うちに招待してもらったりとか、その人たちのパーティーに招待してもらったりとか。で、なんか、すげえ喜ばれて、日本で、出会えて、日本で唯一話しかけてくれた。へぇー。そういう、あれもあるんですね。本当にすごいしょぼい英語だったんですけど、行けて、まあね、当然向こうも嬉しいはずですよね。道案内してくれるとかって、やっぱりしてくれないんですか。してくれないです、うん、で結構英語表記とかもやっぱ少ないんで、日本って。そうですね、やっぱ外国人で日本のことは好きだけど、日本語が分かるって人すげえレアなんで、まあ、まあいないです。まあいないんですよ、はい、だから留学生とかでもない限りは全然わかんないんだ。ヒントもねえみたいな。ヒントもねえみたいな。なので、そういうのはありがたいんじゃないですか。まあ、うん。うん。だからそこはちょっと勇気を持ってというかね。うん。うん、そうですね。うん。まあ、ストリート。言い方みんなストリートって言わないですか？ストリートナンパ。まあまあ、うん、はい。まあ勇気がある人とかはいいんじゃないですか？道案内とか。うん、はい。あとネット上ですね。特に SNS。はいはいはい。そこから、うん、まあ、メッセージをやり取りしてから、実際会うっていうパターン。そうですね。はい。まあ、カウチサーフィンっていうサービス、ご存知でしょうか。うん、これはですね、無料で、その宿を提供してあげる人と、旅行者をマッチングさせるような。うん、まあ、カウチ、ソファーですけど。そうですね。うん、エアビーってあるじゃないですか。うん、エアビーアンドビー、あれは有料なんですね。うん、でカウチサーフィンっていうのはそれ無料にしたやつ。うん、でまあ、エアビーの無料かつ、まあ、その、うん、もちろん住んでる人もその場にいるよ、うん、でそうですね、これ結構私も利用するんですけど、うん、そのなんですか、別にその泊まる泊まらない関係なく、うん、そのカウチサーフィンの利用者の方その利用者同士で、うん、お茶行きましょうみたいなのがあるんで、外国人同士で、はい、だから普通にカウチサーフィン無料なんて登録してメッセージのやり取りして、うん、で会うと、うんうん、結構これはハードル高くないか、低いんじゃないですか、うん、そのみんな出会いたがってる人たちなので、うんうん、確かにそう、うん、あとはミートアップって言って、うん、これもまあアプリとか、うんうん、まあそういうサービスがあるんですけど、うん、結構このミートアップで、うん、ミートアップってなんか趣味の集まりだとかで、うん、いろんなイベントが、はい、で集まるとか。で、なんですけど、特に、英会話関連のミートアップだとか、国際交流のイベントとか、そういうのを探して、うんうん、何かしらイベントをやってるんで、うん、そこに行って、外国人と仲良くなると。うんうん、まあ、そこは結構やっぱり、日本人と友達になりたい外国人とか結構いるんで、うん、そこでまあね、普通に仲良くなれば普通に普通にハードル高い、ハードル高い、あとは自分でやってください、あとはよろしくお願いします。確かに、でもそのオープンなんていうか、みんな出会いたいっていう、そうなんですよ、気持ちで来てる人たちで、そう、うん、だからストリートとかよりかハードル低い、うんうん、向こうもそういう目的で来てるし、はい、まあ Facebookなんですが、うん、Facebook で、まあ、いきなりなんか知らない人にメッセージを送るとかじゃなくてそれはもうね、やばい人通報されますからね。そう、Facebook グループってあるじゃないですか、うん、で、それいろんなグループがあって、いろんな趣味のグループだったりとかあって、うん、言語交換
まあ、ランゲージエクスチェンジのグループとかあったりするんですね、例えば。でそこではその日本語を知りたい、日本語を学びたい外国人とか、まあ、英語を学びたい日本人、まあ、そういうふうに、母国語のことは教えて、で他の言語を学びたいみたいな人たちのこうグループがあったりするんで、そこで、日本語を学びたい外国人とこうやり取りというかな、まあ、そのスレッドがあるんで、そこでこうチャットして徐々に仲良くなっていくみたいなやり方もあります、はいはいはい、これも結構最近増えてるらしいです、はいはいはい、これもね、ハードル低いというか、でこれもまあ、そういうふうにランゲージエクスチェンジだけじゃなくて、Facebook グループの中で、まあ、ミートアップみたいな感じで、その国際交流イベントとかも、まあ、結構やってるみたいなんで、そういうグループをこう探してみるってのがいいのかなと。なるほど。やっぱり Facebook ってあのちゃんと自分のプロフィールとかも載せてるんで、確かに確かに確かに。まあ、信用度が高いというか、お互いその、あの相手のことが分かるというか、プロフィールが。安心して会いやすいというか、仲良くなった場合は。あと、Tinder ですね。Tinder。これは、まあ、マッチングアプリの、Tinder ですね。あ、そうですね。その、恋人探しとかなんですけど。まあ、ここでもね、まあ、外国人も結構登録してる。してますね。あと、まあ、外国人が多く使ってる。あ、そうですね。結構世界的なアプリなので。結構こう、これでも友達作りのために使ってる方とかもいる、結構いますよね、とかこれ同性の友達を探すとかっていう、もうできるもできまるんで、だから Tinder をそういう風に活用すると、あとハロートークっていうアプリ、これもアプリですね、これもあの言語交換のアプリですね、まあ今日はね、英語を学びたい日本人と、日本語を学びたい外国人とか、まあそういうふうに、まあ、これ1対1でマッチングというか、まずはそのスレッドがあったりとかして、そこでちょっと、チャットのやり取りとかで仲良くなったりとかして、連絡する。連絡が。で、あとこの中で1対1の通話をして、そこで日本語を教えたり、英語を教えてもらったりとか。なんかそういう通話をしたりとか、まあ、そういうのでちょっと仲良くなって友達になるとか、っていう人も結構いるらしいです、だからまあね、ちょっと現実世界の、でいきなり英語を使うのが苦手、苦手というかその怖いっていうか、こういうところから、まあ、メッセージとかから、ね、チャレンジしていくっていうのは、そうですね、やっぱりこの現実社会の出会い方だと、都会とかに限られたりもするんですよね、割と。確かに、特に東京とか大阪であれば結構こういう場が多いんですけど、田舎の方に行くと本当に外国人出会うことないですっていう場所もあるかもしれないんで、でもそういう方でも、そういう方はね、ネットから、友達作りをしているってのもいいかなと思います、確かに。っていうのが、まあ、出会える場所のそうですねについての話ですけど、次じゃあ実際、まあ、出会えたとして、出会える場に行ったとして、どう外国の方とコミュニケーションを取っていったらいいか、それがやっぱ怖くて一歩が踏み出せないみたいなのあると思うんで、そうですね。でもその辺ね、プロじゃないですか。そうですね。外国人とコミュニケーションをうまく取るコツ。なるほど、はい。気になる。ね、これ気になるところだと思います。はい。もったいぶりますね。教えてください。それでは、その指摘をして、まあ、いくつかコツがあります。なるほど。もちろんこれだけじゃないと思うんです。いろいろあると思うんですけど、私が考える、ちょっとしたコツ。実際がアップしている、女の子のインタビューとか動画とかで実践している、そうですね。内容ですよね。はい。あれ気になりますね。気になります、ね。この美人の子たちに、そうですね。どうやってコミュニケーションを取って、はい、まず、一つ目。相手の国のことを調べる。これはですね、やっぱり、例えばじゃあロシア人の、人と出会ったと、その時にロシアのこと全く知られみたいな、確かにっていう状態だと、ね、Where are you from? みたいなの聞いて、ロシアって言って、でそこで会話詰まってロシア何も出てけへん、ロシアといえばみたいな、ね、そう
と多分ね、ちょっと会話盛り上がりにくいんですよね。でもそこでロシアについてなんかちょっとでも知ってたら、うん、そうそうそう、それを言えば、ああその国その国みたいな、そうそう、そこそこみたいな、うん、モスクワ、モスクワ住んでんの、ああみたいな、うん、地下鉄がすげえ深くて豪華だよねロシアの食べ物とかと、とかあとはロシアのその基本的な挨拶とか、うん、こんにちはとかのありがとうとかそういうの単語知ってると、はいはいはい、言った時にすごい喜ばれるし、確かに確かに、ね、これやっぱ逆の立場で考えてもらっても分かると思うんですけど、うんうん、相手が日本のこと全く知らなかったら、確かにね、海外旅行とか結構行きますけど、はい、行ってどっから来たの、はい、日本やで、ああ日本、そうそう、中国、チャイナアフリカに住んでると結構あるんですよ、はい、日本って言っても、うん、あちどこ、うん、みたいな、ですね、なるほど、何も出てへん、だからもうそこで話終わるんですよね、みたいな会話が続かないですよね、うん、だから、相手の国のことを調べておく、うんうん、まあ、これ事前にそのどこの国の人と会うかっていうのが分かってたら、うん、事前に調べておく、まあ、特にね SNS とかだと、うん、まあ分かると思うんで、うん、ある程度のことある程度ね、その国のなんか、うまい料理だとか、うんうん、主な観光スポットとか、あとは街の名前とか、とかあともし、英語が、オフィシャルな言語じゃない場合は、うん、その国の言葉での、うんうん、簡単な挨拶。そうですね。うん。で、突然こう出会ってしまって、うん、だその場で相手の国のことを調べたい、調べなきゃっていう場合もあるとんですよ。なるほど。そんな時にも対応してるんですね。どうするの？その場でスマホがあるんで、そこでウィキペディアとかでバーッと調べたりとかして、うん、はい。もうそのちょっと待ってみたいな。ちょっと待ってとか。うん、で、調べ。あ、調べながら会話しながら、ああ、こう見ながら、あ、ここ、あ、首都がここなのとか、とか、ああ、はい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 。とか、あと、マップ、Google マップを見ながら、あ、どこなのとか。あ、むしろそれを、それを会話の糸口にするみたいな。そうですね。あ、それいいテクニック。それをコミュニケーションのツールにしていく。はいはい、はい。これは結構盛り上がるんで、はいはいはい。やっぱりその、こうみたいな。Google マップだから重要っすね。結構重要。出すの。やっぱりその、英語が、まあ、得意な人もいればあんまり得意じゃないっていう人もいると思うんですよ、うんうん、その時にじゃあその英語だけで言語ベースだけで、コミュニケーションしようと思うとちょっと難しいと思うんですけど、そういう英語のトーク力だけだとね、そうでもその絵があるとその要はノンバーバルなそのマップとかあると別に言葉が通じなくても、うんうん、あここみたいな、うん、で逆に相手にとっても喋れないって分かっても、うん、あなんかこれでやったらなんかコミュニケーション取れるっていうことで一気に縮まるというか、うん、でそのマップをなんかクリックすると写真とか出てきたりするじゃないですか、はい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 、ここが有名な観光スポットでとか、はいはいはい、向こうもすごい喜んで説明してくるんで、はいはいはい、ありますね、それで盛り上がるんですよ、ありますね、盛り上がり、人盛り上がり、人盛り上がり、ありますね、そこら辺住んでてみたいな、はいはいはい、そうなんや、この街俺も知らなかったもんね、うん、そうそうそう、うん、結構おすすめです、ね、はいはいはい、はい、であとは日本のことを紹介してあげる、まあ in Japan なんで、in Japan なんで絶対日本には興味があるんで、あるはずなんで、だからこれはちょっと日本のことを知っといた方がいいですよね。そう、結構その、うん、外国人の人と、はい、まあ、英語で、まあ、コミュニケーション取り始めた時とか、うん、外国人デビューした時みたいな時ってやっぱり日本聞かれるじゃないですか、はい、日本、うん、答えれない。そうなんです。なんで答えれなかったかっていうと、うん、英語が出てこないんじゃなくて、日本のことはあんま知らんみたいな。そうなんです。そもそも。観光今、東京でどこどこ回ってて、うん、どこ行ったらいいみたいな。そう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 。英語とかじゃなくて、ほんまに日本語でもわからんみたいな。意外と、これは知らないんですよね。そう。そこでやっと初めて、まあよく聞くと思うんですけど、ね、うん、意外と日本の字は日本のこと知らないから、はい。そうなんですよね。で、だから調べとか。だから、おすすめのこう観光スポットとか、そういう、あと食べ物とか、うん、美味しいお店とか、うんうん、そういうのを調べておくといいと思います。少なくとも、まあ自分が住んでいる地域とか、そうですね、とか、そうですね。うん、やっぱり、侍とかね、それだけしか言えなかったりするちょっと、誰でも知ってるわ、知ってるわ、ね、寿司おすすめみたいな。寿司ぐらい知ってるわ、って。ってなるんで。まあ、これは知っておくに越したことはないですね。で、まあ、紹介してあげると。はいはい、はい、あと、英語に関して。これじゃないですか。うん、これ一番気になってるの。あ、そうですね。基本インタビューすべて、はいはい、英語ですもん、大体はもう。で、これすごい大事だと思うのが、完璧主義を捨てる。はいはい、はい。日本人完璧主義です、ね。もう、すごい細かいんですよ、日本人って。文法がこれ、間違ってる。と通じないんじゃないかとか、うんうんうん、発音が
ちょっと日本語なまりのこうカタカナ英語だとなんか通じないんじゃないかとか、まず英語を完璧にしてからじゃないと外国の人と、うん、実際コミュニケーションを、うん、取り始めたらダメなんじゃないかと、うん、っていう、考え、完璧主義ですね。完璧主義なんですよ。で、それを捨てた方がいいです、うん、もう単語とか例えば、うん、でもこうコミュニケーション取れたりするんですよね。確かに日本人少なくともね、まあ、中学校5とかで、うん、英語の授業がそこで単語は知ってるわけですよ、ね、はい、例えばそれだけでも割とコミュニケーション取れたりするんで、うんうんうん、それ大事ですね。だから完璧主義を捨ててちょっと間違っててもいいんで、うんうん、とにかく話す、うん、単語の連発でもいいんでね、連発でもいいんで、で発音もちょっと違っててもいいんで、カタカナ英語でも、うん、通じますから普通に、うん、よっぽど変なね英語、うん、よっぽど違ってる発音じゃない限り、うんうん、だしあと日本なんでここは、うん、日本人がちょっと日本語なまりの英語喋ってても別に、うん、そらそうやん、向こうはなんでやねん、なんで英語喋れるんで、せめては来ないですよね、仕事でもないし、そう、それはと当然そうだろうこっちホームで、こっちが向こうがアメリカ、そうそう、ね、だってこっちがじゃあアメリカとか行って日本語喋れない外国人がいて、そらそうだろう、なんで日本語喋れへんねんって責めれないですからね。だから結構多めに見てもらえるんで、はいはい、ちょっと下手な英語でも大丈夫です、うん、はい。で、あとですね、まあ、とは言っても、はい、まあ、簡単な、よく使う、例えば自己紹介のフレーズとか、マイネームズなんとかとか、アイなんとか、うん、こういう仕事してるとか、例えばそういう、うん、自己紹介のフレーズみたいな、はい、簡単なテンプレートは用意しておいた方が、こうスムーズに会話ができると思います ね、 うすね、うん。なんか、ね、その自己紹介に限らず、なんかよく聞く質問とか、なんか、日本で何日間滞在するのとか、うんうん、日本の何が好きなのとか、うん、今どこ観光したとか、うん、どこから来たとか、うん、なんかそういう簡単な、ね、うん、よく使うフレーズとかは覚えておいた方がいいかなと、うんうんうん、思います。で、あと、まあ、聞き返すってことで、まあ、これも完璧主義を捨てるにちょっと近いんですが、確かにね、日本人は失敗とかを嫌う、うん、民族ですからね。一回でもミスしたら人生終わりじゃないですか。そうの人なんで、はい、何か外国人の方がいろいろわーっ入った時に、もし正直わからなかったとしても、わからんかったのミスやから、それを出したくないっていうので、わからんまま進んでいっちゃって、もっとわからなくなるみたいな。そうなんです。これコミュニケーションの観点からいくと一番良くないですか。そうですね。いろいろそこでこう誤解が生じたりとか、うん、してしまう可能性もあるんで、うん、早口で、相手の言ってる英語は聞き取れなかったら、うん、なんて言ったのって、もうちょっとゆっくり喋ってとか、うん、で聞き返せばいいんで、うんうん、まあ、なんて聞き返しますかね。例えば Please speak slowly とか I couldn't catch とか、うん、普通に Pardon, excuse me、うん、Sorry とか、ね、Sorry とか、うん、もう初めての頃とか、うん、それもバードンとかも出てこないから、うん、なんてみたいな、うん、なんてっていうの、うん、日本語で言ってました、はい、普通になんてもう一回言ってって日本語で言ってました、まあ、それでもいいそれでもまあ向こうは、うん、あ、分からんかったよなって分かるって、うん、別にこっちは日本人なんで、その最悪英語出てこなかったら日本語で行くっていう、うんうん、でそれでこう今 Google 翻訳とかねあるんで、確かに本当にその相手の言ってる言葉が分かんなかったらちょっと待ってって、打ち込んでみたいな、うんうん、そこでこう日本語に翻訳したりとかその場で、うん、ってのもありなんで、そうですね、そこはもうちょっとためらわずに聞き返したり、はい、うん、するっていう、はい、あとはまあこれは英語の学習法ですね。そうですね、うん、確かにヤスさんが実際どうやって英語を勉強してるのか気になりますね、はい、まあ、最近ではその実践の中で英語は勉強してるんですが、うん、まあ、昔結構ためになったなっていうのが、まあ、オンラインの英会話レッスンがあって、はいはい、まあ、フィリピン人が先生の格安の英会話サービスがあったりするんですよ、うんうんうん、でレアジョブとか、はいはい、まあ、今だといくつか他にも DMM とか、はいはい、ネイティブキャンプとか、はいはい、いろいろあるんで、はいはい、まあ、それちょっと私も別の動画でもその辺解説したんでしてるんですが、まあそういったようにですね、格安の、オンラインの英会話レッスンサービス、確かにまあありますね、あるんで、うん、マンツーマンでできるんで、うん、それは結構おすすめかなと、うん、あと録音
ってことなんですが、これやってる人結構少ないんじゃないかなと。まあ基本いないんじゃないぐらい、いないぐらいの、うん、ただこれ非常におすすめの方法でして、うん、これ、まあ、私がこれやってたかっていうと やってないんですが、やってなかったんですが、やってないんかい、うん、ただ、やってないんかいって今は私、YouTube で自分の、英会話の様子、外国人との英会話の様子を配信してるじゃないですか、うん、あれめちゃくちゃ自分にとって役に立ってるんですよ。はいはい、と言いますと、というのは、自分がじゃあ どんな感じで英語喋ってるのか、はいはいはい、自分の喋ってる英語の間違いだとか、うん、まあいい部分とか逆に、うん、とかそういうのを客観的に、見返せるんで、ああ確かに後で聞いてみたら、あ意外となんか早口で喋ってしまってるなとか、ね、とか発音法違うなとか、うん、そういうので自分の英会話の上達に役立ちますね、うん、逆に言うともう相手の方が喋ったことも後でゆっくり何回も聞き直して、うん、あ、そうですね、あこう言ってたんが実際にとか、はい、なんかそこを勉強できたりしますね。そうですね、うん、でこれはまあ、 相手がまあいなかったとしても、うん、まあ、一人で部屋でなんか文章を声に出して、うん、読んでそれを録音して、はい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 、聞き返す自分で、はい、そうすると自分の発音とか、うん、どこが間違ってるのかっていうのが、うん、そのもともとのその、ネイティブが喋ってるのと聞き比べて、はいはいはい、でちょっとずつこう発音とかを矯正していく、というか改善していく。もう自分が思ってたあれと全然違いますからね、うん、自分で聞いて、はい、そうなんです、自分で話したやつなのに、そう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 、それも結構おすすめの方法です、ね、うん、結構その英会話レッスンとかを録音してとか、はい、あ、はいはい、確かに、うん、それも効率的かなと思います、うんうん、はい、まあそういった感じで、一応が外国人とうまいことコミュニケーションを取る方法、はい、まあ、実やすさんがああいう動画上げている動画で実践していることから出てきたやつですね。はい、ですね。はい。まあそういうふうにですね、私は、まあ、YouTube とかあと TikTok とかで、うんうんうん、まあ、外国人との英会話の様子を配信しているんですね。すげえ。で、どんな暮らしなんですか。でまあそれがまあ仕事にもなってるわけですね。はいはいはい。すごい生き方、どんな働き方やねんっていうね。で、やっぱ現代の疑問に思う人も多いんですよね。うん、で、まあそういうふうにですね、こうインターネットを使って情報発信をして、うんうん、それがビジネスになる、仕事になる、はいはい、っていうような働き方をしてるんですが、はい、まあそれは結構奥村さんも似たような働き方を、そうですね、同じように発信してっていう、していて、まあブログだったりとか、まあ YouTube もありますし、YouTube だったり、Twitter とか。そういう SNS で発信しながら、それをお仕事にしてるっていうね。うん、で、結構そういった仕事に興味がある人も、うん、結構いたりするんですけど、うん、で、まあ、我々が一緒にやってる、ビジコメっていう、うん、まあ、スクール、サービスを、うん、やってまして、ビジネスコメディ。ビジネスコメディの略なんです。ビジネスと、まあ、コメディ、はい、面白いっていうコメディですけど。はい、で、それのですね、まあ、体験コースってことで、まあ、無料でですね、うん、まあ、公式 LINE とあとメルマガを作っていて、うん、はい、そこに、うん、そうですね、その体験コースでは、まあ、実際そういうこういう発信、こういうやさみたいな働き方、うん、動き方していきたいという人に、うん、まあ、どういうジャンルでやっていきたいかとか決めたり、うん、その人に合った、うん、教材というかコンテンツを無料でお渡しして、うん、それを元に、うん、インプットしてもらって、うん、じゃあ実際にブログとかツイッター解説してやっていきましょうっていう、うん、そこを解説するまで、で発信を始めるまでっていうところを体験してもらう、そうですね、うん、っていうのをやってるんで、まあ、興味があればぜひ、うん、公式 LINE とあとメルマガ登録してみてください、はいはい、じゃあというわけで今回はですね、うん、外国人の友達を作るコツ、おお、実際美女たちとどうやって友達になってるか、はい、こういうことであったんやと、そうですね、うん、ってところを説明しました、バラしてしまいましたね、バラしてしまいました、はい、ということで、はい、はい、以上です、はい、じゃあ、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。